はい、皆さんこんにちは。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠利です。神の神チャンネルへようこそ。本日はノンシェーブン FUE 植毛について解説させていただきます。ハサミで髪の毛をランダムに一本一本カットしていきます。ですので低毛するのと違って外から見た時の外観が全然バレません。これがですね、直毛ですね、この患者さん500グラフトなんで500本切ってるんですけども、このようにですね、当然全然わかりません。問題はですね、周囲の髪の毛が長い髪の毛があるので、FUE の手技が非常に難しくなり高度な技術を要します。これはクリニックのもそうですし採取するのもそうですね。スクラフト採取の直後ですね、このようにまだ、採取したところがこうやってですね、めくって髪の毛をめくり上げてみると、かき上げてみると分かりますけども、このようにしてしまえば全く分からないので、もう直後からですね、ダウンタイムがほとんどないという特徴があります。髪の神チャンネルではですね、髪の毛、AGA、薄毛、女性の方の薄毛も、そして眉毛とかですね、まつ毛、ひげ、体毛ですね、体中の毛に関しての悩み、について解説しています。アートメイクといってですね、そういった眉毛のことなんかについても解説してますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録お願いします。